本日の動画は？はい、どうも皆さん、こんにちは、ブレサスです。今回もノイフレやっていきましょう。さあ、今回なんですけども、ランクが70を越したということで、パイシーズコーデからですね、ジェミニのコーデに変更しようかなと思います。で、そして、ついでにセンターの、マイクも、今、パイシーズのものとなっているんですけど、それもジェミニの方にアップグレード、1段階アップグレードしようかなと思っております。はい、ということでやっていきましょう。まず、現在の、状況を見ていきましょうか。こんな感じですね。まあ、メインというか、このセンター感謝マイクがありまして、でこれが、パイシーズシリーズとなっておりまして、で他が全部パイシーズのシリーズで、統一しているような状態となっております。まあ、なんでこれをまず、進化させるのと、あとこのパイシーズのコーデを全部ジェミニのコーデに変えていこうと思います。さあ、やっていきましょう。交換所じゃなかった、ショップだったな。はい、ということでやっていきましょう。まずイヤモニが50、2500かかるの結構でかいな。はい、でブックノートも50で、バックも50で、ウォレットも50で、最後アクセサリーで50。これで OK です。じゃあ、ルームの方行って合成して早速やっていきましょうか。あ、ちょっと待って、その前に、交換所の方で、コーデストーン交換所ですね。で、センター感謝マイクのかけらを、今確か10個持ってるはずなんで、入手数を30にするのかな？こうか。で、交換。で、今現在40個所持という風な感じになりました。ということで、かけらを合成していきましょう。ほい。ほい。はい。OK。あれ。よし、これで全部揃えましたんでやっていきましょう。で、一括セット、ポチッ。まあ、総合力はちょっとしか上がらない感じではありますけど、で、まあ、これで進化で、40、50。で、これは100万か。で、進化。ほい。おー、やっぱ、一番上がるのはこれですね。やっぱオリジナルコーデですね。やっぱオリジナルコーデがめちゃめちゃ強いから、それでなんとかしようぜっていう風な感じですね。うん。はい、ということで、総合力全体的には約2万ほど上がりましたね。まあ、ほぼほぼなんですけど、このオリジナルコーデで、やっている感じではあるんですけど、まあ、これが結構強いなっていう風な感じですね。ちなみにこれ一括解除してみると、まあ、約6万ほど上がる感じになりますか。はいはいはい。なるほど。で、あとはまあこれカスタマイズをね、後でやっておくので、ちょっとそちらの方に、動画外の方でやっていこうかなと思います。で、あとこれもあれですね、全部パイシーズコーデに後々変えていきたいと思うので、まあ、全員を変えるってわけではないですけど、まあ、パイシーズコーデちょっとね、余っちゃってるんで、まあせっかくなんで梅沢さんにつけますか。はい。まあ、多少なりとはね、パワーはアップしてくれると思うので。まあ、それで。で、あとはどうしようかな。こうでいいかな。はい、全体の総合力的には、643,800という風な感じになりました。確かこれやる前が、確か61万ちょいとかだったと思うんで、まあ、ジェミニのコーデを別の子につけさせてあげるっていうのと、ジェミニのコーデをセンターにつけさせてあげたっていうのと、パイシーズのコーデを、別の子に移動させたっていうので、まあ、その分の総合力が上がったというふうな感じですね。あとはまあ、つけた梅沢さんかの、残りの2つとか解放してあげれば、パイシーズをね、解放してあげれば、あとはまあ、なんとかなるかなというふうな感じでしょう。はい、こんな感じになっております。でもやっぱね、個人的になんですけど、やっぱこのシリーズ5で、まあ揃えるのも結構大事だとは思うんですけど、なんか無理にね、
ジェミニとかパイシーズとか、まあ、パイシーズはギリギリやった方がいいかなと思うんですけど、やっぱオリジナルコーデがやはりちょっと強すぎるので、まあ、ね、やっぱオリジナルコーデを優先的にやってあげた方がいいかなと思います。なんだったら多分全部サジタリウスのままにして、なんで言ってしまうとここら辺とかサジタリウスのまんまにしておいて、オリジナルコーデをつけてあげて、総合力を上げてあげるっていう風なことが結構いいのかなという風な感じで思っています。で、あと、これコーデのレベルもあるじゃないですか。これ強化で上げることができると思うんですけど、これオリジナルコーデをやった時1回あたりがかなり上がるんですよね。ほんとちょっと上げただけで、さっきも1個上げただけで100とか増えたと思うんで、かなりオリジナルコーデは強いと思うので、もう本当メインの子たち全部オリジナルコーデにしてあげてもいいっていう風な感じはあります、ね、で、オリジナルコーデってやっぱその一個一個、ね、レベル上げていくのに必要な、個数だったりとかっていうのもどんどん増えていくんで、最初合成するときが多分50個かで、1個作れると思うんですよ。サジタリウスシリーズのコーデを持つものが。で、その後このジェミニシリーズじゃない、パイシーズシリーズかにするのに確か30、かけらが必要でした。で、さらにここから先ほどやったように進化するってなったら40必要になってくるんで、まあジェミニにしようと思ったら全部で40、30、70、50で120必要になるんですよね。120必要って結構えぐいじゃないですか。このなんていうの、オリジナルコーデのコーデストーンのガチャ1回何回回せばいいんやみたいな感じになっちゃうと思うんで、やっぱそこはねちょっと大変だとは思いますけど、なんで無理に個人的にはジェミニとかにするよりかは、パイシーズ、サジタリウスあたりで止めておいて、オリジナルコーデをセットしてあげるっていうのが結構強くなるんじゃないかなとは思いますね。なんでマジで総合力上げたいっていう風な感じの方がいらっしゃれば、オリジナルコーデをつけるのはまず絶対だと思います。はい、本当にオリジナルコーデは強すぎる。はい、ということで以上で終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録の高評価もよろしくお願いします。じゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。